今日の筋トレでーす。お疲れです。お疲れさーす。みんなどうすか筋トレ。聞いてます。聞いてます。バチバチに聞いてます。楽しい。どう筋トレ。楽しい楽しい楽しい。どんぐらい楽しいの。いやもうそれやめて。どんぐらい楽しいの。それやめて。え、それマジやめて。おちょうだいちょうだいちょうだい。どんぐらい楽しい。どんぐらい楽しい。ありがとうございます。あ、やべえ、めっちゃ女坂の人にはインタビューするのやった。地獄なんすよ。いなくね。全然シュート練習取りに行ってきます。うまい。佐野どう。うまい。めっちゃうまいです。うまいね、やっぱり。浦部、あと何週間で治んの。あと5週間。減ってるね。嘘つくない。意外と5週間ぐらい。じゃあ浦部がもう復活すると。そうです。楽しみにしてます。あ、お疲れです。お疲れさん、お疲れです。お疲れ様です。法政戦どうでした。法政戦、あ、アイリーグ勝利おめでとうございます。ありがとうございます。5対1で勝利ということで。あの5対1で勝利した、はい、あの試合の振り返ってもらっていいですか。振り返って、開幕戦勝ったんで良かったんですけど、まあ、相手にアシストしてしまったんで、あ、次はゼロで抑えたいと思います。なるほど。はい、よいしょ。お疲れ様です。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。素晴らしいじゃん。ハンデさん、お疲れ様です。その前で。ハンデさん、ハンデさん、嫌だな、これこれ嫌だな。法政戦、あの、みんな前の選手点取りましたけど、はい、ノーゴールということで。ノーゴールです。どうでした。やっぱそういうなんかもういいじゃないですか。あの、勝ちそうな試合は僕点取らなくても。ちょっと内野くんが5点取って、今半田くん3点ですか。やっぱ負けそうな時に、うん、チームを作るヒーローとして、ヒーローとしてやってくる私が来た。オールマイト。次もお願いします。聞くとブレない。石井さん、すいません、練習中。アイリーグナイス勝利です。ありがとうございます。あの、石井さん5点中ノーゴールということで、はい、試合振り返ってどうでしたか。はい、まあまあまあ、結果に現れない部分で、まあ、かなり貢献できた実感があるので、まあ、全然気にしないです。ただゴールは取りたいと。そうですね、次回はまあ5点関われなかったので、今回5点取れるように、はい、頑張ります。次戦はいつやるんでしょうか。今週の土曜日に、市倉で城西国際大と思います。来てほしいね、みんなに。はい、ぜひ市倉に足を運んでください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。よしよし。大輔さん、はい、アイリーグ開幕戦、はい、2ゴールということで、はい、どうだったんでしょうか。アイリーグは、アイリーグはまあ、まあ、チームとしていい入りができて、まあ、前半3点チームで奪うことができて、その中で自分も2点取ることができたので良かったです。なるほど。なんかさっき宇根山くんに話聞いたんですけど、宇根、はい、山くんが相手にアシストしたっていうことを聞いたんですけど、はい、本当にアシストだったんでしょうか。それはちょっとつなげんところでミスが出て、そこで、はい、失点しましたけど、ウネ君も何本かいいセーブあったんで。まあでもその失点のところは、ウネ山のせいということで。まあしょうがないミスだったから。礼儀正しい後輩ということで、はい、次の試合、土曜日、はい、城西国際大学、はい、アイリーグあるんで、はい、皆さんに告知とメッセージをお願いします。まあ、市倉で開幕戦ということで、まあ応援しに来てもらって、自分も点決めてチームを勝たせられるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。はい、うまい。ありがとうございます。あ、いいですか。すいません、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 お疲れっす。近い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 な。アイリーグ1ゴール、庄司選手。ありがとうございます。
どうだったんでしょうか、Iリーグは。途中からの出場で、まあでも点差はついてたんで、まあ点取ることは考えて、ことはまあ一番に考えてたので、点取れたのは良かったです。なるほど。来週はスタメンで出れそうですか。そうですね。来週はスタメンで出ます、ね。一グラでやるということで、怪我の方はもう大丈夫ということで。まあ、そうですね。ほとんど治ったんで。なるほど。次はゴール決めてくれるんでしょう。カフェ部の方も順調でしょうか。そうですね。まあまだ発足して間もないんですけど、今後の成長に期待してください。アイリーグの告知とちょっとカフェ部の告知の方最後にお願いしてもいいでしょうか。アイリーグ今週土曜日、城西国際大学と市倉で14時からあります。そしてカフェ部、まあ、不定期の活動となっておりますが、まあ、特にインスタでの発信をね頑張っているので、フォロー、そして拡散のほどよろしくお願いします。部員のフォローはマストですよね。そうですね、部員のフォローも忘れずに、そしてカフェ部のフォローも有力のね、有力とか、まあ、有益な情報をね届けるので期待してください。ありがとうございますちょっと待って、位置予想しようぜ、あの4人。え、それ競争やんな。はい、位置予想誰でしょうか。木本じゃない、ゴリ君っす。木本、ゴリ、保坂は木本で、石井。今から4人競争するんだけどさ、1位予想してくれる。木本木本、こちら木本が1位らしいです。みんな負けないように頑張ってください。ゴリも1票入ってました。俺はい遠いな、これ。はい、怖い怖い怖い、長い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 10ぐらい、10メーターレース優勝、山田大選手、おめでとうございます。飛び入り参加ということでしたが、なんと勝利の要因は何だったんでしょうか。いや、まあ軽いんで、多分軽いから勝ったと思います。他のレースだって重かったと。はい、まあ、確かに木本もゴリも、まあ、まあまあ確かにお前が一番軽そうだね。じゃあ何位か分かんないけど、2位、山雄大コンビが1位2位でいけたということで、狙って、あ、1位に差し上げたと、1位を、まあ、譲ってあげた後輩に道を譲るっていう。本当は1位全然いけたけど、それ 10m でできるんですか。10なら結構トップクラス周期トップクラスそれをまあ今週のアイリーグなり、山田雄大が 10m ダッシュからゴールを決めてくれるということでな、そんなプレーな。じゃあ土曜日のここ一概で行われるアイリーグの皆さんへの告知と、まあ、一応トップチームは天皇杯もあるので、そこに向けたメッセージをよろしくお願いします。一人ずつお願いします。そうですね、土曜日の城西国際大学戦も、まあ、開幕2連勝かかってるんで、はい、頑張ります。はい、トップも応援お願いします。はい、先輩お願いします。最後、いや、皆さん楽しみにしてます。お願いします。そうですね、あのアイリーグ開幕5対1で勝ったっていうことで、まあ次6-1で、トップは日曜日7-1っていうのを重ねていって、リーグ最後の方には、まあ、36対1ぐらいで勝てるように中級部一体となって頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます頑張ってください。ありがとうございました。俺がいい、いいよ、2 うまい、あお願いします。一言、おー、マジか
天皇杯でもいいですし、天皇杯ですね、俊介くんは天皇杯。今週日曜日に、天皇杯1回戦、ブリオベッカ戦があります。昨年も対戦した相手ですし、絶対勝ちたいと思います。応援お願いします。ラス松島くん、あのアイリーグの方の告知も皆さんにお願いします。土曜日にアイリーグが一グラであります。第一サッカー場です。2じゃないですよ、1です。皆さん1に1に1番に来れるよ。一番全力で来てください、皆さんお願いします。どうもお疲れ様です。筑波大学 YouTube チャンネルです。これ使っても大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫らしいです。大丈夫です。筑波大学 YouTube チャンネルです。 YouTube ですか？佐々木選手、はい、惜し悔しくもラウディ戦負けましたけど、ね、試合振り返ってどうですか？いや本当にやっぱ大学生ってやるのと比べて社会人になるとどうしてもあっちの雰囲気に飲まれてしまうっていうのが、まあ前回から見て思ったんですけど、本当にその通りになっちゃって、で自分たちもうまく本当の力っていうか相手に合わせたままになって、本当に内容としても残念なことになっちまったんで、次はしっかり内容も結果も勝ちたいと思います。佐々木選手は出場は、まあ、しました。したんですか？はい。自分のプレーは、いや本当に最悪でした。何もできずにただただ時間を食っちゃったみたいな感じになったんで、次は結果を残せるように頑張りたいと思います。期待します。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れです。勝山選手、いや自分はまだ復帰できてないんで、はい、まあ、チームの勝利に早く貢献できるように自分一にトレーニングするだけです。あの自分のイメージなんですけど、はい、あの勝山君はあのよく怪我をたくさんするイメージがあるんですが、はい、合ってますか？それは合ってますね。まあ、一つの怪我で痛めてまた治療したりを繰り返してて、今どんぐらい怪我してるの？3年間、今一応3年生としてやってるけど、半分ぐらい3年間やってるんですけど、それは嘘。半分ぐらい、半分怪我してる。やってないかなって。リーグ戦も、まあ、7試合ぐらいしてた。しかもリーグ戦に関しては一勝もできないんですよ。筑波フェスティバルではあのスタッフチームに紛れておそらく出場されてたと思うんですけど、はい、ぜひ TSC の公式戦で結果を出して筑波を盛り上げてください。はい、頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。見事アイリーグ開幕戦勝利されましたが、試合振り返ってどうだったんでしょうか？まあ、B として初戦で、まあ、難しい試合だったと思うんですけど、勝ててよかったです。永井選手はあの出場はできなかったということで、はい、そうですね、ちょっとまあでも自分でも結構納得してるんで、まあ自分で、まあ、改善点を改善してって、まあ、自分でも納得して出れるように今後頑張っていきたいと思います。土曜日のアイリーグ一概で行いますよね。はい、皆さんへの告知をお願いします。今週土曜日14時から城西国際大学って読むんですか？聞かないでください。城西国際大学だと思います、多分。相手を煽ってるということでいいんでしょうか？リスペクトします。はい、城西国際大学と内蔵で試合があるので、はい、あれ見に来れる？穂坂君、見に来れます？有観客です。有観客です。有観客ですので、まあ、僕は出るか分かりませんが、ぜひ見てください。筑波大生はもちろん
少年サッカーのチーム、子どもたち、皆さんの応援をよろしくお願いします。お願いします。いや普通に、はい、お疲れです。お疲れです。品質あるよ。お疲れです。お疲れです、はい、お疲れです。3どっちも2はお疲れです。お疲れです。地獄。なぜ違うじゃん。最近忙しいっすか。今日が違う。最近忙しいっす。天皇杯。何やってんすか。みんな多分あのやっぱ趣味の仕事って把握されてないと思うんですけど、多分ちょっと簡単に教えてもらってもいいですか。簡単に、まあ最近で言うとだから天皇杯のまあエントリーとか、まあパンフレットのプログラム作ったりとか、で今あとだからアミノバイタルカップのエントリーも始まってるんで、それをまあちょっと並行でやりつつ、なんか部の問題とかなんか来たらまあちょっと対応してみたいな練習ですね。練習生や、はい、練習生来てつもありがとうございます。それこそマジで、まあ、ちょっと趣味日記ってのやってるんで。おお、ここで趣味日記出してきた。ちょっとそれ読んでもらったら分かるんですけど、2年前、俺らが2年生の時にトップのマネージャーやってた時に書いてた記録で、降りてる降りてる。ああ、ごめんごめん。記録でその俺が何やってもそのトップの勝利には別に貢献できないみたいな、その土台を作るだけでみたいな。そういうのは趣味日記には書いてないんですか。いや違う、だからそういうのを書いてた2年前はそうやって思ってたけど、はい、4年生になって今そんなことないなって思い始めて、はい、その俺の言動とかなんかこう態度でやっぱ勝利につながるかもしれないなって思い始めてたら、はい、この前の法政戦の時にキックオフの直前にその法政のキーパーのユニフォームが違うっていうことに気づいて、それをだから俺審判の人に言いに行って、でそのキックオフちょっと遅れて法政のキーパーバタついてユニフォーム変えてキックオフした3分後でもう筑波先制したんで、まあなんかその流れを持ってきたみたいな、まあ、これ自己満っていうかね、ちょっと関係ないかもじゃ関係ないんだけど、はい、俺が気づいたから、俺が勝たせたと、俺がここで細かく資料っていうかちゃんとメンバー表とか確認してとあるからかもしんないなと、まあ、思わせてもらった勝利でしたこの前は、はいはい、僕の質問聞いてましたか。話僕あのブリオベッカあ、いいよ。話が長いのよ、もうずっと何言ってか分かんねえし。面白い面白い。全然思うんだよ。これ進行っちゃう。これが進行っちゃう。思んないんだよ。あ、安野選手すいません。はい。なんか今法政戦のあのキーパーのユニフォームが違って、はい、なんかそれの時間が遅れたからなんか僕たちのそのあの1戦目先制点が生まれたみたいなこと言ってるんですけど、安野選手から見てあの林田いぶき主務はどう見えてますか。何素晴らしい勝負。忘れてるやん。見えやん。えぐい。いい後輩だ。とりあえず言ってるやん。とりあえずね。今のえぐいわ。まあ総じて言うにはいい、あれなんだっけ、趣味日記、はい、みんなに見てほしいと。そうね。そういうことでしょ。あれ原点じゃないのあれ。なんかね最近いいねとかあんま行かないから。ホーム間違い。これからも趣味日記。多分ねみんなが見てくれたら毎日更新をやる。今毎日更新やってるんですか。いやちょうど今4日貯めてますね。そんな趣味日記見ねえよ。あらしゃ結果長いから。お疲れ様です。あ、OK、 お疲れ様です。法政戦初スタメンということで、はい、リーグ戦初スタメンか。リーグ戦初スタメンです。どうでしたか西ヶ丘での。いや最高でした。あのみんなが5点ぶち込んでくれたんで気持ちよくプレーできました。いや俺はやっぱ学軍まあ1失点したのは多分悔しいと思うんですけど、はい、自分のプレー振り返ってどうだったでしょうか。いやもう全部クラスには全部出たんで、まあそこはまあチームのためになったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、あの試合見てない人には分かんないかもしれないですけど、一回あの佐藤龍生選手があの3連続ぐらいでボールを落とすというあるシーンがあったんですけど、はい、あのシーンはまあ想定内ですね。想定内、あそこまで
見えてたっすね。お疲れっす。3回目で撮るっていう、そこまで見えた上でのあのプレートぜひご覧ください。相当あのシーンか分かんないですけど、諏訪間選手も福井選手もなんかあの時4人ぐらい倒れてましたよね。そこまで見えた上で、そこまで見えた上であれやってたんで、ぜひご覧ください。法政戦のロスタイムは7分ということで、7分お疲れ様でした。お疲れ様です。